甲州,甲州市、甲州市、甲州市、中国語、甲州市、英語、本所は、中華人民共和国石江省の省と、副省旧市、石江省の省人民政府の所在地、中国八大ことの一であり、国家歴史文化名城に指定されている、13世紀は、世界最大の都市であった。随大以降、江南運河の終着点として、 経済文化が発達し、上に天国あり、下に、蘇州、甲州あり、上遊天道、下遊蘇食い、と称えられた。また、五代十国の時代、五越国の都となり、南宋時代には事実上の首都、リガン府が置かれた。市中心部の西には、世界遺産の西湖という湖があり、国の内外より、多くの観光客が訪れる。一般に、甲州と、 日本語を読みされるが、甲州市との区別が必要な場合に、ク州と、ゆとを読みされることがある。歴史的地名としての甲州の行政区画に関しては、甲州の項目を参照。甲州市内の余り区域には、新石器時代末期に栄えた、両所文化、前3300年から前2200年頃の遺跡がある。春秋時代には、はじめ越に属し、 あとに、クレに属した。東州の県王35、百334年、蘇が越を滅ぼして、以降は、スワイに属した。新代には、海警軍の管轄とされ、南北朝時代になると549年、大正三年、梁により一時期設置された臨港軍の管轄となり、587年、佐田秋元年には陳により、戦闘軍が設置されている。 589年、海王九年、隋朝は戦闘軍を廃止して、甲州を設置、甲州の地名の所見である。その後、あまり喰軍と改められ、東大になると再び、甲州、あまり喰軍、そして758年、建元元年以降は、甲州の名称が、新まで使用されることとなった。甲州は隋代に建設された大運が、 江南側部分の南端とされ、東大には南北を連絡する運河が整備され、貨物の集散地都市発展、上元年間627年から649年には人口が15万人であったものが、改元713年から741年には58万人を数え、甲州、洋州と並ぶ経済の中心となった。また年、長年には白が、 甲州史史として赴任、聖子の大規模推理事業を行っている。五代十国時代に五越の都となり政府と称した。五越は甲州城壁の拡大、戦闘港の堤防整備などの推理事業を行っている。北総が成立すると甲州は両節寺の道地が設置され、1107年、大韓元年には甲州府に昇格した。 当時は20万戸を数える江南地区最大の都市となっていた。1089年、元夕四年には創職が公州地州に任じられ、聖子の春節事業、推理事業を行っている。南宋になると公州はその前世紀を迎え、呉れ地巻により、夢、両六に、当時の公州についての記録が残れている。1129年、県園3年、安宮が公州に置かれると、 甲州府は、臨安府と、改正、1138年、昭公8年には正式な戦都が行われ、甲州は、総長の政治、経済の中心地となった。また、都の城の防衛のために、城壁の拡張工事が行われている。国土となった臨安府の人口は急増し、間十年間、1265年から1274年には124万人にまで増加している。 1276年、資源13年、総長を滅ぼした元朝により公衆路が設置された。現代の繁栄のありは、マルコ・ポーロが、近在、イコール安在として、東方見文録で記している。少し遅れて訪れた、同時代のイタリア人旅行家踊り子は、関西と表記。1341年、後市政元年公衆場内で大規模な火災が、 発生し15,755件を消失。元松に、公衆場は大規模な再建事業が実施された。1358年、市政18年、反乱を起こし拡挙した長島ことによる、公衆場再建が行われ、周囲64,020尺、高さ30尺、厚さ40尺という、それまでの規模を上回る公衆場を再建している。元松の動乱期、 軍事作戦を進める衆元省は、公衆行省を設置している。元松には度重なる戦火により公衆場にも被害が、及び経済は衰退。西湖も、デードの堆積により農業管外に支障を来すなどの被害を受けた。明朝が成立すると、石膏省千伏正治思考修婦が設置され、江南の経済中心地として発展し、織物業や茶葉の生産などによって栄え、 蘇州と並ぶ江南の大都市となった。聖湖の周辺には多くの寺院や道館、別荘や庭園が集まり、多くの文人仏閣が訪れている。また霊院寺などは近接地域から多くの参拝者を集める文化都市としても発展していた。しかし亜県戦争を契機に、上海の経済的地位が向上すると、港州の繁栄には陰りを見せ始め、太平天国の乱では、 戦火の被害を受け多くの歴史的建造物、文化財が消失している。また、新末の千八百九十五年、高所十一年に、日清戦争に敗北した新朝は、下関条約により、高州を日本に対し開港、疎開の設置を認めている。中華民国が成立すると不正廃止に伴い、高州府は廃止、千九百十四年、民国三年には、 石膏省仙洞道が設置された。1927年、民国16年、道政が廃止となり、区域県を白く、聖湖、海保、湖、書、札木包み、交換のロックを要する小直轄の甲州市が設置された。中華人民共和国が成立すると1949年に、甲州市は、講轄市、地球に昇格、石膏省紹介とされた。 1958年、寧波線区小山県と県徳線区不要県を甲州市に編入。同年には区域県を廃止しその管轄区域の一部が甲州市に編入されている。1960年、加工線区林案件と金華線区道路県を甲州市に、1963年には金華線区、県徳県、順案件を編入している。百九十六年、 昭山区の西京鎮、浦添鎮、長川鎮を分割して、貧困区を新設、2001年に、研究士の昭山市及び余り区市を、近づくとした。甲州市は、石膏省の北部にある。摂西中山丘陵の中部、摂北平原の中西部に位置し、山地丘陵がおよそ3分の2を占める。地勢は、西南から東北へ向かって緩やかに傾斜している。 地域を、不春光、仙洞港が貫流し、西方の甲州湾に注いでいる。市の中心部は、仙洞港の下流、京区運河の南端に位置している。かつて城壁に囲まれていた市の中心部の西側には、聖湖という湖がある。西湖は西、南、北の三方を山に囲まれ、風光明媚な名称として内外に知られている。温暖湿潤気候に属し、 年間平均気温は、摂氏17.0度。重視かつく1、1研級、市、2県を管轄する。鉄道の駅には、広州駅、白丹、広州東駅、広州南駅、旧正山駅、あまり食い駅等がある。主要な普通路線は、古今線、元国位線、古は、上海市の略称と、元、節線、は、厚生省の略称、商用線、 要は、浙江省姉派市の略称、千喰線、千は安喫省線城市の略称などがある。高速鉄道路線は、小食い旅客専用線、上海高州、杭寧高速鉄道、高州南京、杭陽高速鉄道、高州寧波杭町高速鉄道、高州町佐などがある。主要な高速道路に小食い洋高速航路、上海高州寧波杭寧高速航路、 甲州南京、区浦高速航路、甲州上海歩道などがある。江南運河、京区運河の長江以南部分、瀬戸運河、区浦運河、戦闘高等が、水運に使われている。国際空港として、小山区に、甲州小山国際空港、2000年12月30日開港、がある。世界最大級のレンタサイクルシステム、甲州公共自転車がある。 2011年の杭州市の市内総生産は7012億元であり、中国の都市では第8位である。加藤では上海市、蘇州市に次ぐ第3位。中国では経済成長が著しい都市であり、2011年に戸籍人口を基準に1人当たり GDP は1万ドルを突破する目標を提出したが、実際、 この目標は2009年に実現するという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。